吉田さん億万長者合宿に参加したら億万長者になれる1時間働いたら900円もらえるこれ全く同じ発想ですよね。この発想にいる限りは私はね稼ぎの道は遠いいんんじゃないかなかと思うんですようんだからそもそもねどんな行動をしたらどんな結果が得られるかってそんわ分かんないわけなんですよ。分かんないからこそ不安でもあるしそこに期待もあるんですよね。 じゃあ、サイト一万個作りました。私は一億円になりました。でも、他の人はわかりません。ええ、私がやったら、そうなったっていうだけなんですよね。ということはですよ。サイト一万個作ると。一億円とは言わないけども、もしかしたらね。三百万かもしれないけども、一千万かもしれないけども。まあ、売上が立つ道に近くはなったということは言えると思うんですよ。で、仮にサイト一万個やらなければ。 ずっっとゼロじゃないかっていうことなんですよね、うん、これっていうのはねなんかそのスポーツで部活とかあるじゃないですかでなんか練習しますよね練習してエラーとかありますよね練習ででも練習でエラーがなくなったからといって試合でエラーがなくなるかねそれは関係ないですよねやっぱりそのシチュエーションそのタイミングその時の心理状態、まあ、いろんな条件を加味すれば なんかずっとやっていたことの行動の結果が同じっていうのは限らないわけですよだからその未知数への挑戦がビジネスじゃないかなと思うんですよねだからビジネスにはいろんな法則とかいろんな傾向があります数字やマーケティングもありますでもだからといってやってみてねお客さんがお金を払って購入しなければ何も起きないわけなんですよそこには 公式がががああるるわわけけじゃなくて人がいて人人いの感情があるわけですよねだからやっぱこの辺をねよく理解しないといけないのかなと、ね。ネットビジネスでどのくらいで成果出ますかっていうふうに聞くのがおかしいですよね。どのくらいで成果出したいんですかってこっちが聞かないといけない。でビジネス課題やりました。ノルマ達成しました。だからなんだよって話ですよね。そのサラリーマン発想時給発想想時給では、まあ やってらんないいと思いますよそもそもね吉谷さん私なんてのは誰から指示をもらってるわけじゃないし誰かからなんか一定の方向性をね教えてもらってるわけじゃなくて全部手探りですからね全部手探りだけども手探りに慣れてくると手探りながら何かを掴むようになるわけですよ。やみくもにやってるように見えてもやっぱそこにはね、えー、やっぱこう売り上げにつながる手の伸ばし方があるわけですよね。もちろん 100かなと思ったら30だったみたいなこともあると思いますし30ぐらいかなと思ったら100みたいなこともあって結果がね分かんないんですよね分かんないけども大体こうだろうってうことがやっぱり長い経験の中で分かっていくまあそしてその経験をうん単なる経過時間にしないために毎日やってるわけですよねで今日もこうやって動画作ってますけどもこの動画っていうのは一つのチャレンジでありトレーニングなんですよね まあ、つまりこの動画によってアクセスや売り上げが発生するかもしれないけどもそうならなかったとしても次の動画への練習になってるわけなんですよ。だからこのトレーニングっていうのはいくらでもやった方がいいかなと思いますしそもそも動画一つね誰かの指示がないと撮れないネタが浮かばないってことになったらまあこれは稼ぎに持ちはだいぶ遠いんじゃないかなと思うんですよ。うん。 好奇心を持って探しに行かかなないといけないとけですからね。誰かがあそこにあるよって教えてくれるわけでもないしこのお客さん売れるよって教えてくれるわけじゃないんですよ <laughs> そもそもそんなこと教えらんないですよね。うん、でどの商品が売れているのかとか売れやすいのかってまあそのぐらいはまあまあなんとかお伝えしてもいいけども、うん、でも根本的に私たちは自分の作った商品を売りますからねだから自分でこれだったらいけるなっていう商品を作らなきゃならないと。 いうことにもなるし、うん、その商品を作る能力も必要だったりそれから結果に向かう精神力も必要ですよね作業に向かうわけじゃないんですよ結果に向かうんですよ結果何かっていうと私たちは1円でもお金を稼ぐってことでしょ本当に1円の商品でも売ってみろって言うんだよ売れない売れないって言ってる人はね1円の商品とかダメですかね売れないですかねいや私は1円の商品さすがに 作ったり売ったりしたことないですけどもそれはいきなり万が,、ね、が売れなければ多分1,000円の商品作ったと思いますし500円作ったと思いますし100円とか10円作ったと思うんですけどねだからどうしても売れない売れないって言ってる人はじゃあ1円の商品を売るために何かやってみたらどうかなと私は思いますよね1円の商品売ってみたらってことですよこれはお疲れ様です